소. 아따 서방해. 마이리마스. 터. 메시. 미안하다. 待っていましたわよ。私も一緒に連れて行って その通りですわよ。
全力全開。私の番ね。まずは誰から？エイ。キリステル。よっ、任せて。いく。ピアノターン。えい。これも乙女の務め。私の番ね。いざ尋常に勝負。ターン。まずは誰？あたしの番ね。参ります。よっ。まずは誰から？止まるよ。誰か私の噂をしてるのかも。シエラが悪口言ってるとか。こーら、目の前にいるでしょ。冗談に決まってる。くし、ちょっと本当に大丈夫なの？風邪の引き始めかも。鼻がムズムズしてる。引き始めが肝心なんだから大事を取った方がいいよ。ええ、よくお風呂で温まってから今日は早めに休ませてもらいます。せっかく訪ねてきてくれたのに追い返すみたいでごめんなさい。気にしないで。具合が悪くなったらすぐに言ってよ。夜でも看病くらいするから。
ここだって毛が生えてるんだから髪の毛と同じように綺麗にしないと。自分でやります。うまく洗えないって頼んできたのはそっちなんだからおとなしくしなさい。やっぱりいいったら、ちょっと大丈夫？いった怪我はない？はい。じゃあちょうどいいかな。せっかくだからこの木に乗じて洗わせてもらっちゃうぞ。ゴシゴシ。くっ、こそばゆい。力抜けちゃう。ああ、もしかして気持ちいい？誰が？内側もっと耳に泡が入らないようにおとなしくしててね。そっちは本当にダメ。恥ずかしいよ。そんなことないよ。垂れ耳に隠れているからなのかな。ちっちゃくてほんのりピンク色してて赤ちゃんみたいですっごく可愛いよ。もう変なこと言っちゃい。女の子同士なんだから気にしないの。大丈夫。プニプニしないで。もう好き放題してくれて。だってちゃんと洗わないとダメでしょ。ではお礼に私があなたを洗ってあげますね。それはもう念入りに。え？シエラはここが敏感なんですね。ならここはどうですか？夢見てんの私は。サイカに顔見せられないよ。恥ずかしい。おはようございます、シエラ。おはよう、サイカ。具合はもういいの？ええ、すっかり復調しましたよ。お風呂でたっぷり汗をかいたのが良かったみたいです。どうしたんですか？あなたの方こそなんだか顔が熱っぽいみたいですよ。もしかして私が映してしまったとか？違うの。これはその、でも念のために休んでくるね。変なシエラ。
っとはね。
切り捨てる。いざ尋常に勝負。た僕の出番だね。てりゃ。まずは誰から。参りましょう。あたしの番ね。行くよ。切り捨てる。Thank you.
惣菜か。ピアノ番。
勝負。やった。任せて。ピアノターン。